どこですかね、チーム。俺に勉強させてくれ、カタマサ。どこだ。さあ、では見ていきましょう。最終2つですね。俺に勉強させてくれ。出てきたのはネロシオン。ネロかシオンがよく分かる。さあ、合衆体という感じがして、さあ、足洗い手はこれ見たらいけんの、見たらいけないのこれ。はい、捕まえているのはネロシ、ネロのハウシオン。さあ、コンボにいるのはネロシオン。さあ、置き攻めは裏、裏ゴミ見えない。これは刺さってしまう。さあ、ダメージが伸びないが、ここからネロシオンはさあ、ほて切ってくる。投げて1ラウンド目、通ったのはネロシオン。さあ、第2ラウンド。さあ、J 振っていく、 JJB 振っていく。マルクに対して、さあ、実感を出している。 J 中段が当たってしまう。さあ、 EX が出しめて結構重い。さあ、サックルから投げ、シールド甘いだった。さあ、もう一度。さあ、こういったリングストーンは重い。さあ、アイケージは 20% だが、さあ、もう一度スカリングで、さあ、無敵で抜けてくる。さあ、アイエスカウンターから、さあ、引き裂いてあげた。さあ、投げスカリからシールド、かなり荒らしに来ている、このネロシオ。さあ、ゴミがはみ合って、ホームに行くのは、フルアルク。さあ、見事終わりました。はい、B 兄弟、どっちで当たったんですか。勝ったのは、ダウンロード3、はい、打ち抜く、打ち抜く、はい、ではですね、これどうしたのかな。第1試合すみません、次のお呼び立ちいたします。日体大附属、日体大、日光大附属だ、ごめん、日光大附属だ、失礼、日光大附属とですね、耐えられない、耐えられないチーム、よろしくお願いします。耐えられないチーム、耐えられないチーム、はい、ですね。じゃあこちら、はい、では画面見ていくと、ワルクの体力はもう一割切っている。さあ、表でしっかりガードしている。シャドウ、シャギで固めて、さあ、ビースエアエア、ここで勝ってくる。さあ、A 兄弟勝っているのはネロシオン。意味がわからない、ネロシオン。さあ、勝ち抜きなので、俺に勉強させてくれチーム、ネロシオンがそのまま座っていく。対する、これ足洗い屋敷でいいのかな、から出てくるのは、さあ、田村雄太、福太郎の塩蓮。あの、名前めんどくさいからプレイヤーネーム言いたいんだけど、そうですね、はい、すいません。さあ、見ていきましょう。さあ、今度はネロシオン、フルスタイル選択。2P 側フルスタイルのネロシオン、2P 対する 2P 側、田村福太郎のフレシロレン。さあ、見ていきましょう。第1ラウンド、さあ、止めていく、ブローケジャンプシー振って、さあ、射撃捕まえていくのは、さあ、ゴミから、さあ、捕まえていくのはシロレン。さあ、ブロバクチ 2C の昇竜拳からフライヤーでダメを取っていく。さあ、2200から、さあ、入れっぱに 2A が3刺さって3100、射撃から、さあ、ここで一段中段。さあ、 J2 発との2択、しっかりコンボに行くのはネロシオン。さあ、投げ捨てていく。さあ、捕まえた。さあ、コンボに行けるのは田村福太郎のクルシロエン。大きい攻めにお選択。さあ、中段、はい、中段に勝利権からエクスライヤースパーキャンしてゲージ入っていく。さあ、射撃、さあ、ここでガーフの美瓶なコマ投げが飛んでくる。 H ランドへ通ったのはネロシオン。読んでてわけわかんない。さあ、声が刺さる、コンボに行って、さあ、関節的にしっかりコンボに行く。いや、妥協コンだが、4200。さあ、受け身取ってしまう。さあ、投げる、お決めは、これガードできる。ガード迷って、有利フレーム足取りから、さあ、射撃カウンター、ここで射撃カウンターしまう。射撃で、さあ、取っていく、また空投げ。さあ、これはさすがに
体力残るのかな。全然残った。さあ投げに来た、捕まえていく。ここでワンチャンやっていかるぞ。さあ処理券噛み合って、前方中継戦勝ったのはネロシオン。さあそうですね、あ、はい、さあ見ていきましょう。先方対初戦、先方出ているのは先ほど勝った、俺に勉強させているチームからネロシオン、対する足洗い屋敷から最初出てくるのは妖怪キモッティのロア。これめんどくさいんで何て呼べばいいのか、ロアでいいか。さあ見ていきましょう。第1ラウンドさあさあ2位で捕まえていく。さあクレロアが電撃充電して、さあターンを離れてしまうがダメージは一応取っている。さあジャンプで捕まえて、さあジェイシーがカウンター、しかしコモにはいけない。さあこちらターンがいるかって、ジェイからカウンターから空中処理締め。さあこの状況、さあ2尾が刺さる、表中段がこれが見えない。さあミスっているがまだカウントでいく。さあ先でごまかしていく。さあ立ち回り、さあジャンプインでかぶせていった。さあ三振ボ漏れる。なぜかお見合いから勝っているのはクレシオン。さあ引きながら固めていく、引き寄せて、さあバックジャンプインがカウンターするが特にお咎めはなし。クロティング、もう一度ジャンプインカウンターから受け身狩り、しっかり勝っていく。状況作って昇竜拳、勝利が見合うがダウン打ちはできない。中段これが見えないがコンボにはいけない。立ち回り戻してジャンプインから、コンボに来ているのはクレロア。さあヘルカ出た。第1ラウンド取ったのは妖怪キモッティのロア。さあ第2ラウンド見ていきましょう。立ち回り声体育から、はい、カウンター前とですね通路はちゃんと開けるようにしてください、お願いいたします。さあ見ていきましょう。ジャンプインがカウンターしている。さあここからゲージマックスなのでしていく。おっ、シエル、シオンだった、ごめん。さあ投げていく、受けながらしっかり固め直して、まだターンを続いていく。さあゴーシーで引き寄せながらターンを取っていく。カウンターして、ジェシーカウンターから重めのコンボが入るが3700。さあジェシーで固めていく。さあ暴れていく。さあキッパ4だが、さあキッパしなかった。さあ2ラウンド目取り返したのはネロシオン。さあ後がない。アーシャライ屋敷はロアが押していく、西が当たってコモにはいけない。しかしダウン受けに向かって、さあ左右卓意味もなく左右卓になってしまった。さあ電撃は充電してると空画ができない。ブロバケツから電撃から取っていくダメージを。さあ射撃地上にいないので当たらなかった。電撃でダメを取ってさあ足場に戻っていく。さあマートジーがカウンター。さあコモに行けず、昇竜拳で受け身を返りに行ったが枯れなかった。さあゲージマックスからさあ徐々に重視でコンボを締めていく。危ない。さあ暴れていく。さあまた残り J でしっかり空対空していく。ゲージマックスなので降りてきます。さあ画面端射撃から B 射撃投げた、投げて、さあ三打で勝ったのは俺に勉強させてくれチーム。優しい問題でした。ユンビーさあ次ですね、グラコロレディースプレイヤーチーム、グラコロチームやってないね。グラコロレディースプレイヤーチームは こちらの方お願いします。グラコロレディースプレイヤーチーム、はい、こちらお願いします。試合です。さあ、お兄弟は終わりましたか。まだですね。